はい、えー、こんにちは、花太郎です。今日はですね、あのオールドルーキーと,、えー、と新・新長後期ですね、こちら2つのドラマの感想を言っていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、お話しすることがですね、えー、とまずこちら、えー、と、こちらと、こちらと、はい、そんな感じになりますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、まず相関図ちょっと1回拾っておきますね。 はいこんな感じになります。まあ、もう皆さんね、おなじみのメンバーだと思いますっていう感じですね。で、自分に関しては、その、前半は乗れてて、なんか後半なんかちょっとっていう感じになっちゃったっていう感じですかね。で、後半に関してやっぱり一番良かったのは、えっ、ー、と、ここにちょっと載せておきますけど、福山さんですね。あの、まあのまこの顔見たら分かると思うんですけど、あの6話で車椅子テニスですね。はいあのー の役をやられてたあの回は良かったと。うん、そんな感じですね。で、それ以外に関しては、ちょっとグダってしまったっていうのは、自分の感じで言うと、やっぱ前半に関しては、なんだろうな、その主人公である新町さんですね。新町さんにやっぱり葛藤があったっていうのが良かったと。だからドラマとかもシナリオの一番そのね、 ガチガチのガチガチのところで言われるのはまずは葛藤がないとダメだと葛藤とあと変化ですよね、うんな。何がどう変わるのかっていうね。そういうところを見せていくってことになるんですけどでも基本的にはオーソドックスな脚本が多分期待される枠だと思うんででその中で言ったらやっぱり新町さんのセカンドキャリアですね。自分もその前の感想の時やってましたけどそこの部分。まあだから スポーツマネージメントっていうあのスター選手だった人が人を支える側に回るというそういう葛藤ですよねで。でも自分でもなんかやっぱりやりたい気持ちとかこうありながら続けると。だからそういう時に対して自分のがやっぱ注目してたやっぱこのかなこさんだったんですよね。だからいわゆる日曜劇場的なあのー、なんだろうな。だから、まあ、一番は半沢直樹のやっぱあの綾斗さんですね。あの 坂井雅人さんの,あのお嫁さん役やられてたあ,のああいう感じになるのか何かちょっとストレト違ったなんか感じも見たいよなと思ってて期待してたっていう感じですねだからやっぱそのかなこさんのこの設定とあとはやっぱりそこですねブレてるっていうのはブレるっていうかなこう うんってなんとなくなってくるのは、このかなことやっぱりここの社長ですよね。ここがね、ちょっと難しかったんじゃないのかなっていうのと、あとは、全体的に考えて言うと、何の話をメインにするかっていうのが、ちょっと盛りだ、結果的にですよ。結果的に盛りだくさんすぎたのかなと。うん。そんな感じですね。だから会社の中で、会社として、あの、スポーツっていうものとどう取り組んでいくかっていう。 こととあとあはその家族のの話もこの1人の人の家族の再生っていうこともないけどねこう旦那さんがこういう国とになっちゃった時にどう乗り越えていくかっていう作品もあるしあとは1話1話ごとにゲストも来るからそのゲストのちゃんと人生も見ない見せないといけないとだから結果的にちょっと要素が多すぎたのかなという感じになるとだからあのー、この新町さんの。 ましたのあののあ金さんん役割なんですけど結局、弁当作って売れちゃったってただそれだけだからそんなことは、なんか、なんだろうな、ドラマにしてもしょうがないし、そんなしょうがない、その、かなこの設定ですよ、設定としてそういう人に、じゃあ、社長がファンだったって。 じゃファンだった人が何で新町さんと結婚してること知らなかったのかとかもうそういうなんかちょっとやっぱりねアラがねそのドラマだからまあなんとなくしょうがないっていうアラとなんかしょそれしょうがなくないしなんかそこがなんかきっちりしてないと乗れないよっていうところがなんかどん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 重なってきちゃったっていう感じですかねだから増田さんの回とかも別によ悪くはなかったんですけど結果的にじゃあ自分の娘が障害者だからそうだって ね、の時は頑張るのかとか何かちょっとキャラ変っていうかなんかねそんな感じにちょっと見えちゃったのがちょっと残念だったっていうのがあってでそれがちょっと結果的にはちょっと盛り込みすぎちゃったのかなみたいなところはあるのかなうんだからこそ家族っていうものを書かないんだったら お父さん、まあ主人公のメインの人がいて、そこに奥さんがいて、子供がい,てあいたら絶対書かないとダメじゃないですかうん。だから、極端なし、なんだろうな新町さんと佳菜子の間に、 まあ例えば子供が何らかの形で子供ができない事情があったとかなんかちょっと残しといた方が結果的にはね前半はそれはそれででも女の子がいることによってなんか話が進んでいくこともあったしそうなんだけどこのここだけで見るとそういう設定でいいんだけどこれ全体を見ると結局ちょっとそこがなんか余分だったんじゃないのかなと。うん、だったら1人で あの女の子を育ててるっていうシングルパーシングルファーザーじゃないシングルファーザーですねシングルファーザーに,にしとけばまあみんなほら頑張れって思うじゃないですか新町さん頑張れってなるだろうしうんでもよかったのかなっていううんだからそういうなんかいわゆるその綾人さんみたいな役割をするんだったらその娘がなんかねちょっとはっきりしたことを言う娘とうまくいかないいくもありながらもなんかうまいことをなんとなく。 頑張っていってて最後に、まあ、お父さんを認めるみたいな感じでも、まあ、別に良かったんじゃないのかなっていったここの設定がスポーツを書きたいんだったらちょっと余分だったかなっていう感じもするしだからそのかなこさんもうやっぱりその役割は見せないとダメだからそうなんだけどあとはその何だかインスタでなんか、あのー、話題になって。 その、まあ、料理本までも出しましたよっていうのは別に言っちゃいいんだけどここにもなんかそういう意味ではその前半でその面白かったのはその新町さんにも,もうスター選手ですよね。 で新町さんもスターのアナウンサーと、それはそれでいいんですけど、でそれがなんかちょっと崩れたやつかね、このアナウンサーも辞めてってなって、新町さんってなった時に、旦那も仕事がなくなったっていうのは、そこはその最初の設定としてはそれでよかったんですけど、そっからのあれが弁当一発っていうのも、ちょっときつ,ついと。<laughs> ですね。そうちょっとなっちゃっ かのかなうんあとはそこここのビクトリーにもキャストを揃えすぎたのかなとかねうんまあそうなるとやっぱりその、ね、吉田さんの回もいるだろうし増田さんの回もいるだろうし中川さんの回もいるだろうしとか、ね、岡崎さんもいますしっていうなるとちょっと枠,枠に対してこの相関図が思ったよりでかかったとでましてやゲストさんもちゃんと光らせないとダメだしっていううーん。 難しいですねだから結果としてちょっと全部を取り込もうとして、まあ、これだけあれやあれはなんか書けるってなったけどそのドラマを作るためになんかこうキャラがよく分かんなくなってきてっていうところですよね。だから新町の頑張りも一応は 説明はつくんですけどねあの最初サッカーを諦めた男が最終話ではサッカーを応援する側になって終わったっていうところもありますしまあ反町さんに関しても昔はあのね新町みたいなガッツがあった人だけどなんかそのビジネスライクになってきたところが新町さん他のこのメンバーの支えによってまああのー、分かると。うん って感じにな昔の心を取り戻したっていう定にはプロット的にはそういう体にはなってるんですけど話の見せ方から見てそう,そうは見えないっていう感じですよね <laughs> うんになっちゃってるっていう感じですよね、うん、でこれあの福田康さんっていうねもう本当に著名な脚本家さんですねもう誰もが知ってるのをボンボンボン作られた脚本家さんなんですけどまあ映画で言ったら海猿であったりとかあこれあ,あれもあっ,てったのかと思う 海座のドラマの方ですね、あとガリレオを描いたり、まあ、自分が見てたのがグッドパートナーも見てたかな、で、まんは見てないんですけど、刑事と刑事、書けない未来への転換と、未来への転換とはね、後半ちょっと見てないんですけど、この辺の感じで言ったら、もう確実に書ける脚本家さんっていうイメージがあったんで、それがなんでこうなっちゃったのかなっていうのが、本当に不思議っていう感じですよね。だからこそ なんかテレビドラマってテレビ、まあ、特にゴールデンのドラマは難しいんだなと思って、うんうん、まあ、何かがちょっと狂ってきたのかそれか前半良かったんだけど後半なんであんなに崩れたのかがちょっとよく分かんないんだよな他のエピソードも入れたかったのがねちょっと入れづらい状況になったのかとかね。うん そうですよねだから昨日のドラマとかに関しては CM とドラマの関係性でいったらリアルタイムで見てたらドラマがなんかぼんやりしてると逆に CM が光って見えるとね <laughs> 本当に CM を見せるのがドラマの役割とすれば、まあ、それはそれでいいのかなっていう感じもしちゃったっていうぐらいの感じですうんそんな感じですねまあこれはねでも本当聞いてみたいよな <laughs>、うん、でなんかおかしいっていうのはでも 誰か,かどっかで感じるような気もするし、うん、分かってないことないとは思うんだけどなっていう、うん、そんな感じでしたっていう感じですね。はいただ、基本的には自分も福田安さん書けないとかめっちゃ楽しく見てたんで、えー、とまた今後もね何かあったらまた見てみようと思ってますっていう感じですね。じゃあ次新 慎重後期ですねはいこんな感じですでこちらに関してはやっぱり1話ね皆さんと同じです。なんかぎょっとしてなんだこれ <laughs> と思ってとんでもねえドラマが出てきたぞと思ったけどあ 2, 2話3話とこう。 呼んできたたらなんとなととく分かったとで自分の中であんまりなんか興味がない部分でいったら誰かが勝ったり負けたりってあんまり興味がないんだよね。あとその作詞的な感じ実はこういうゲームに出たけどどう,どうやとか,な,かそうなんか人狼ゲーム的な感じのやつとかはあんまり特に好きじゃないんですけどなんかこう見てて思ったのはやっぱりその一人一人の武将さんですよね。うん 皆さん武将さんとか本当に好きな人だったら好きですけど自分と特に好きでも嫌いでもないんであれなんですけどこのクラスの人たちがやっぱりちゃんと一人一人ちゃんと立てるような作りにな立てるっていうかね一人一人があこの人はこういう立ち位置でこの人はこういう立ち位置でっていうのが史実はよく分かりませんけどなんか立てる立ってる経過、あのー、あれにはなってるとだからみんなそれぞれでそれこそ竹中さんであったり本田さんであったりみんなそれぞれ ななんんか出てきたと、うん、そんな感じですねだからその最初の前半のつかみで言ったら秀吉君が大体こういうやつってなってそのキャラになんかブレがないと、うん、でこれだけいっぱいいるのによくうまいこと書いてるよなと、うん、そんな感じで思ってきたって感じですねあとはそのビジュアル面ですね、うん、ビジュアル面でもやっぱり見やすい工夫ってこともないけど一応高校生で でもなんか昔の武将のクローンでっていうなんかむちゃくちゃな設定なんですけどでもそれをなんとなくあそういう世界の話なんだっていうのをちゃんと見せるようにしたっていうのと、まあ、あとともすれば、まあ、基本的にはシナリオってなんか恋と喧嘩をさせておけっていうなんか昔の荒っぽいねシナリオの。 センターのなんか所長さんが言われてますけどそこがまあなんとなくかけてればなんかドラマってそ,んまあそれなりに見えるよってとこなんですけどそこもなんとなくうまいこと使っててまあ喧嘩だけじゃちょっとあれなところにちょっと情的な感じのことも入れてみたりとか昔のことをちょっと黒田さんのくね昔のことをちょっと入れてみてとかあとはちょっと自分がうまいと思ったのはその7話に来てこのペリーっていうのが出てくるじゃないですか。じゃあもう7 8 9 ですよねで7話に関しても結局ペリーっていうのはいるのはいるんですけどなんかね海外から押し寄せってきたどうなるってところのとこでの徳川の立たせ方とか、うん、ずっと徳川最高ね徳川がなんか最強の敵みたいな感じで行く,んだ行くのかなと思いつつそっちになってだから最終的にはどうなんですかねうんこのメンツで言ったら。 これペリーとか海外で全然乗ってないからね <laughs>。乗ってないでいいんだよなうん、ね。乗ってないっていうのもすごいんだけど、こちらがみんな一致団結して、海外のところに勝ったと思ったら、応ボスで柄本さんがなんか出てきてみたいな感じでもいいんじゃないのかなと。そしたら7位もう終わっちゃったんで、8、90、あと3は、うまいこと転がせるんじゃないのかなと。 うんであとはちょっと気にしてるのはえっ、ー、とこの草っていうね <laughs> なんとか草っていうこれ,これ熊本地元九州なんでなんとか草っていうのがてう出てきたらなんかちょっと面白いのと、まあ、草の人はもう草でもう役割終わったと思うんですけどあとはちょっと全,全体的になってるのは伊達さんと上杉さんですねがまあ ちょろちょろ出てなんかちょっと透かしたことは言ってるんですけどまだ本格的に動いてないんでまあここの三浦翔平さんとそうですよね竜蔵寺これ坂の人だなえっと伊達と上杉ですねこの辺が後半ちょっとそのそのペリー戦っていうかその海外勢と戦うところでちょっと うん、なんか活躍してほしいなとかうんあとは史実となんか関係あるのかないのか知んないけどなんか武田と上杉が頑張ってとかね、うん、あとそういえばなんか前半1話か2話かなんかでみんなのなんかか屍でみたいななんかみんななんかあの葬式の写真に入ってるみたいなのもありましたもんねあれどうするんだろうなあれもあれぐらいは多分回収すると思うんですけどねそう思うとうんなんだろうな 話の進み具合と何だろうな和の残し方、うん、がなんかうまいなという感じに見えるって感じですね。あとは何だろうなこれだけそのキャストが揃ってるとキャストが揃ってその,そのなんだっけ歴史的人物の名前も揃ってると誰が強い誰が負けたってするときにあんまり勝たせすぎてもダメだし負けさすぎても好き。 負けさせすぎててもダメだっていうそういうなんか歴史もののな,ならではの難しさもあるっていうところもあるから余計それはそうですよねっていう。 感じですよねだからそこをよくうまいことさばいてよく作ってるなともちろん原作あるのはあるけどねっていう感じですねだから最初の1話とか2話とかで言ったらんか織田信長なんか全然目立てないなとか言われてたけどちゃんとなんか信長くんも立ってきてるし主役としてね、うん、で光秀くんもなんか立ってると、うん、やっぱりみんなが知ってる光秀っていうものとこの辺はねちょっと好きな人しかあんまり知らないと思うんですけどうん。 まあそんな感じかな。だから後半どういう感じで締めていくのか。うーんって感じかな。自分の感じでは最後の敵は、江本明さん演じる別府の神よ与太郎がラスボスでいいんじゃないのかなと。<laughs> うん。感じはなんとなくしますねっていう感じですね。だこれに関してはなんとなく、まあちょっとなんか、なんか喧嘩ば,喧嘩り喧嘩ばっかりってこともないけど、 なんかその誰かを,を騙すとか騙さないとかチームとかチームじゃないとかなんかその辺のちょっと面倒くさいこともあるのはあるんですけどなんかああ頑張って作ってるなっていう感じがして好感を持って見てますということでねあなたでした失礼します。